はい、とっても綺麗なナトゥールバルトさんです。はい、こんにちは、みこです。今日はですね、富良野にあるホテルナトゥールバルトさんですね、そこでバイキングのチラシが入ってたんですよ。朝ね、これこんな感じでね、ですごいお得で安いので、今日はちょっと行ってみました。でその動画をねアップしようと思ってたんですけれども、はい、あのですね、一番いいところの動画、これ多分私ボタンね押し間違えちゃったんですね、撮れてなかったんです。はい、ごめんなさい。でまあ最後にね、気づいたので一応全体的なものは撮り直したんですよ。なのでまあこんなのがありますよっていう紹介はできるので、それを今日していきたいなと思います。ただね、本当にね、一番いい、いっぱい料理が並んでるところの画像がない、動画がないって、ね、本当に、ちょっとね、ホテルの方とかにも、動画撮っていいですかとか、なんかそんなこと言ってたのにもかかわらずなので、もう本当に申し訳ないです。ごめんなさい。こういうバイキングやってるよっていうのが参考になればなと思ったので、アップしてみようと思います。では、どうぞ。頑張ったら夜ご褒美があるんです。それのために頑張ってまーす。その場であげてくれます。お待ちかねのデザートでーす。登山の後なので最高です。
た。はい、今日はナトゥルバルドさんでバイキングを食べてきました。動画ですね、最初にバッチリ撮ったのに録音とストップと私間違ったんですね。残念だから一番いいところ撮れてなかった、本当ごめんなさい。でも美味しかったです。お腹いっぱいになりました。ここの、バイキングは実は冬にも行っててすごい豪華で美味しかったです。本当におすすめですね。デザートもそして充実してて、で今日、行ったのは、バイキングだけっていう夕食だけっていう感じなんですけど、ホテルに宿泊してる人たちは多分プランに食事が入っていれば皆さん食べられるんだと思うんですよ。でホテル自体すごいなんかお子様向けのファミリー向けにいろんな設備が整ってて充実しているの で温泉もね前に1回入ったことがあるんですけどすごい気持ちよかったですね。ご視聴ありがとうございました。頑張ります。じゃあね、バイバイ。